サボんじゃねえぞ。空気読めよ。目障りな植物だ。近い方から片付けるか。クリフォト？要はぶった切りゃいいんだろう。
温度は根っこが通せるのか。この大元があるはずだ。
ビンゴ。おい、誘ってんのか？そっちから来いよ、クソ悪魔。力がなきゃ何一つ守れねえ。分かってるぞ。ニコ、出番だ。だと思って来てやったよ。準備は入念にな。新作見たいか？見たいよな。ちゃんと予備もある。欲しいなら持ってけ。
俺には嫌いか。そいつは気が合うな。こいつ他の悪魔と何か違う。
んての仲間の。レディーか。知り合いか。昔の客だ。あ、なんだ。お前が浮気するとは。キリエにチクれないとな。冗談だよ。どうした、笑うとこだ。はあはあ、お板はやめとけよ。ちょっとだけよ、なんてな。キリエに殺されるぜ。あんな小僧が最後の希望とはね。仕方あるまい。そのためにやるべきことをやっておかなくてはな。ユリゼンと会う前に一仕事か。おっと、猫ちゃんが気をつけろってさ、何も言われるまでもねえやな。お前は不安定な存在だ。こんな状況じゃちょっとした弾みで消えちまう。自信ねえなら逃げてもいいんだぜ。死ぬやりますさ。どうする、逃げる。欲望を抱けど行動せぬ者は災いなりだそうだ。オーケー、詩人ちゃん。だが忘れんな、俺たちは一心同体だ。お前がやられりゃ俺たちもアウト。だから対処続行、それが最高。はいよ。近づく奴は猫ちゃんに任せな。借りと。とどめさせよ、ブイ。俺らには悪魔は殺せねえかんよ。あかんで帰る。これで終わりだ。借りと。安らかに眠れ。
来い。降りるしかないか。
分脆そうな橋だ。これ以上ユリゼンに力をつけられては。終わらせてやれ。そこをどけ。差し込む。死ね。実に目障りだ。天国は一輪の羽何とかやら無限を使って私を感情せしめて戻ってくる始末せず世界は一つです天国は一輪の羽何時の手の内に無限に使うさあ、目指せ私を感情せしめた天使は歓喜によって創造されし小さなものへ世界は一粒の砂天私を誕生せしめた天使は言った
歓喜によってそうぞ。好きにやれ。人間の血が奴の力を源、その供給を断つ。私を誕生せしめた天使は一旦歓喜によって創造されし小さきものよ。愛せ、全てが敵となろうとも。世界は一粒の砂、天国は一輪の花、何時の手のうちにむ出番だ。貫け。ちゃちゃっといけ。好きにやれ。やれ。
私を誕生せしめた天使を見て感じた理想の少し小さきものが愛する気がえぐれって世界は一つなんです。天国は一度はある何時の手のうちに無限を伝え差し込む私を誕生せしめた天使を見て何度も残せばいいからこれで終わりだ。世界は一つです。天国の一部とは何時の手のうちの無限を使って失わない永遠を好きであれば私を倒す魔界へと帰る。これで終わりだ。鍵と地獄に送ってやる。世界は一つあります。天国の一輪となる何時の手の持ちの無限を使ってそして一瞬の中に永遠を貫け。私を誕生せしめた天使感謝と想像されし小さきもの愛と魔界へと帰る。クリフォトから離れねえ寄生虫野郎だからな。お前バカにしてる。やっべ俺をバカにしてるやつ。聞こえてた。耳はいいのね。殺せ。お前をぶち殺してやる。お前には無理だ。空は鳥のため海は魚のためにあるごとく下劣なものには軽蔑を。命
確かに私を誕生せしめた天使を えぐれ世界は一つです。天国は一輪もある。何日の一輪の弦を使って、そして一瞬の中に差し込む好きにやれ。バカを言うな。あれはさすがに俺ではどうにもできん。地面の下だもんよ。手当たり次第片付けるとしよう。高枝切りバサミがありゃな。